俺宮城。メガネ忘れとる。メガネ？うんちゃはメガネがいる。おお、そういうことか。はい、うんちゃでわかるんか。うん。あられちゃんって。はい。まあまあ年取っとるね。うん。俺もわかるけど。はい。何やお前、人一生懸命人がテンション上げていっとるのにテンション落とすんそこで。なんか俺恥ずかしくなってきたよ急に。2人がアギアギやったらなんかただのアホの2人になるでしょ。恥ずかしいってやめてくれるもん。ええ年越えた汚いおっさんがもうほんとそんなんばっかりされて、やっとここのスペースが減りましたね、はい、ちょっと空きましたね。ただ、はい、ただ、うん、ただ部品が来ないんで、うん、取り付け待ちな人たちが、はい、というよりこの壁シュールすぎん。シュールですね。観葉植物緑に囲まれもうすく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 だんだん育っていってますね、はい、そうですね、はいはい、こちらは G ですね。はい、GO ですね。GO ですね。はい。ということで、はい。これなんですか。これは、うん、なんちゃらヤシ。なんちゃらヤシ。テーブルヤシですね。これは？ここだけやな。ミリオンバンブー。ミリオンバンブー？ラッキーバンブーじゃなくて？はい、まあいろいろ名前があります。あ、そうですか。はい、まあうちは花屋じゃないんでここなんですけど。はい。ということで。はい。ということでこれといってあれはないのかな。うんうんうん、そうだね、そうだね、うん、はい、ということで今週も張り切って Vlog 始めていきましょう。はい、いないと思ったら今日も楽しく趣味の時間ですね。間違えましたか私。いや、劣るとか劣るでしょう。はい、そうそう、仕事しますか。そろそろ仕事します。はい、なんかその質問おかしく、そう日本語おかしく、どうぞ。仕事道具おかしいですか。そろそろ仕事しませんかってどういうことですか。そろそろ仕事をしませんかって言ったのが、はい、あなた、はい、言いました。どういうことですか。あの趣味の時間はさておいて、うん、趣味の時間か、そうやな、うん、そう言われてもしょうがないな、はい、いや、はい、あまりにも久々すぎて、うん、さっきエンジンかけようと思ったら、はい、かけ方がわからんかった。おっと、なんでかからんねん、なんでかからんねん。儀式を忘れてました。あ、なるほどです。大丈夫かなこれ。大丈夫ですかね。久々にちょっと転がそうかと思うんですけど、はい、っていうかですね、今気づいたんですけど、うん、はい、左フロントのうん、HRE のキャップがいませんね。本当ですね、はい、どこ行ったんですか。どっか飛んでいきましたね。いつ飛んだかすらわからない。うん、全然わからん。まあでも最後走ったん5カ国か大堀だから、はい、どっちかになってもらったよね、うん、どこかで見かけた方はドライブまで捜索願いですね。まあ、大体 HRE 履いてる人っておしゃれで使うやんか、はい、HRE をしばくと、うんうん、サーキットで大体なくなるんですよ。そうですね、はい、なくなります。なくなってますね。はい、ってことで、はい、僕の話はさておきですよ、うん、車検がついでなのか、うん、レフがついでなのか、うん、うん、正解はカーボン LSD 組ついでに車検を受ける。うん、そうですね、はい、はい、いいことだと思います。はい、はい、しばきの秋なんで。そうですね。ということで今はバラしてるところなんで、はい、で的には楽しくないかな、うん、まあでも、まあ、これ 85Z4 ですけど、はい、サイドフランジ長いの短いのあるでしょ。はい、急にもそうなんですけど、うん、この長いのを買ってきて、はい、カットして使わないんですよ。でこれまた焼きが入ってるからなかなか綺麗なんですよね、うん、非常に面倒くさいです。熟成されてるんです、ね、熟成、いや焼き入れしてるから硬い、はい、というところで、うん、やっぱ急にかっこいいよね。出たよ。え、かっこよくないですか。急にはかっこいいですよ。かっこいいでしょ、はい、かっこいいでしょ。ねえ、うん、ねえ、こんなふざけた仕様なのにね、100万円オーバーのこれもしばき倒すっていうね、うん、ね、いいんではなかろうです。アメリカ臭くていいんですね、はい、ということで急に買った方がいいですよ、はい、急にですよ、はい、ね、ターボで喜んでる場合ちゃいますよ、はい、急にです、そうです、急にかもしくは G を買いましょう、うん、今販売できる急にありますか。ないです。
ありますよ。ありません。ありますよ。ありません。ありますよ。つぶやいておきました。はい、ということで、はい、はい、よろしくお願いします。はい。止まってますね。止まってますね。角度締めとかやめてほしい。角度締め。何度ですか。100ニュートンから30度。おお。大したことはないね。おお。まあ全然よくわかりませんが。でも20キロ200ニュートンか。うん。200でこれぐらいしてるんですか。はい。もうちょい。そのネジを全部緩めるんですか。うん。ほう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 。角度回ってる気持ち。はい。マイクとかつけますか。マイクはいらんかな。ちょっと今から油にまみれるんで。でしょ。持っときます。金本。ちょっとあのうちの万力の止め方がダサいんで。はい。あんま見られたくないんですけど。はい。息子に勝てるぞ。そうですね。何でも使えるものは使ってしまえって。あまり万力をね、はい、うん。そう思ったら作業台は置いてないです。そうですね。ただ便利ですけど。はい。割と邪魔なんですか。はい。はい。そうですね。こういう感じで。はい。常に知恵を振り絞って。ここから見た人はこう野間さん何してんだろうって感じの画像ですね。そうですね。うん。結構ねここ手抜きするお店結構多いだ。それダメですね。で汗が俺出てる。うん。うんうん。結構。おお。はい。はい、うん、うん、はい、はい、これが純正ですね。これをなんか引き抜いて再利用する人もいるみたいですよ。おバブですね。うん、フレッシュにしましょう。はい、はい、カーボン USB です。はい、でも鉄の塊ですけど、うん、中身がカーボン、中身がカーボン、見えないところです。はい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 、はい、ああ、なんとかなってより良かったっす。どうにかなりましたか。はい、バックラッシュもいいところに来たし、刃当たりもほら、そんなわかるかい。何そんな遠ざかっとんねん。近寄れんな。なんで近寄れんの。近寄れるじゃん、近寄れるじゃん。あたりもいいところ来たんで、はい、何回やったかな、6回目ぐらいか。うん、まあ要はね、こういうシムを使ってこれがいろんな厚みがあって、はい、まあ、これでセンターずらしたりとかして調整していくんですけど、うん、まあちょうどいい厚みのものがなくてですね、うん、困ったわけですよ。はい、困ったわけですよ。困ったんですよ。困ったんですよ。はい、うーん、バックラッシュはこっちがいいけど刃当たりがめっちゃ悪いけどね、うん、どうしようどうしようって、しょうがないんで朝一加工屋さん行って、うん、なんぼにしてって厚みを削ってもらって、はい、いいとこ来ました。おお、はい、なるほどですね。はい、うまいこと計算通り行ってよかったです。よかったです。はい、ということで、はい、まあ、これでね蓋をして、うん、積み乗せれば完成となります。はい、まあ、9人だったらね、うん、予備のがあるんでパンパンパンと先に組んどいて、うん、お客様来られたらガチャンと積み替えで終わるように、うん、してるんですけれども、さすがにね Z4 のデフは持ってないので、はい、まあ、こちらをお預かりというところで、まあ、意外とね地味に時間かかるんですよ。うん、うん、そうですね、うん、手抜きしたらめっちゃ早いですよね。手は抜けないんで。ダメです。手は抜けないんで。はい。はい。
まあ当初ねこれ1泊2日でやるとかっていう話だったんですけど、うん、まあある意味1週間お預かりしてよかったですね。よかったです、はい、イレギュラーのイレギュラーはやっぱ重なるもんです、うん、はい、うん、ということで、はい、オーナーさんしばし完成までね楽しみにしてくださいね。おはようございました。はい、今日はプロテクションフィルムですね。はい、この仕事が増えると宮城の仕事が増えます。はい、なので皆さん仕事ください。はい、これうん前期やと思ってて、はい、ついにカットしてたんですけど、うん、したらあれ後期やんか、おっとちょっとフリカットしてます。はい、で、うん、そしてまあ大体右が多いんかな、西日が当たりやすいんかしら、この辺が結構やられてたんですよ。はい、よく見ればいるけど、うん、パッと見はわからないレベルまではどうかしら。はい、だからまあそういった使い方もまあ新品の新車のうちからねやっていけば、その新品の状態を、はい、まあ、これ最悪ね修繕になってるやつ結構あるじゃないですか。はい、エクサマルとかね、うん、はい、鼻がからないとすごいバカみたいな感じ。仕方ないんです今。仮装しようか。はい、仕方ないです。はい、はい、まあ、新品交換するってなると30万とか40万、50万するわけです、1個が、うん、ね、それだったら数万円でプロテクションでかっこよくなって、うん、でそういうちょっと汚いところも隠せるのであれば最高の商品になるんでしょうね、これ。はい、はい、ということでプロテクションフィルムをよろしくお願いします。お願いします。今日も張り物です。張り物ですか。はい、戦うマシンもきれいにしてる。そうですね、これで躊躇なくサーキットで周り運転しまくります、うん、はい、早くなりますか。飛び石を気にしなくていいんです。なるほど。こちら順調な感じで、はい、余裕ですか。こんな感じですね、凹凸がありません。はい、何もないです。はい、的に面白くないボケたくてもボケれるんですよ。難しいですね、割と。はい、割と真剣に真剣に、でもちょっとの油断が最後失敗しますからね。うるさい。はい、これ失敗しちゃったらどうで何もできんわ。そうですね、はい、でも自分の車だったらすぐ手に行くからもう結構失敗するんです。あですね、うん、はい、あれするこうした方がいいんだけどめんどくさいなとかって走ってしまう。はい、ほぼ半分いきました。はい、じゃあ引き続きお願いいたします。社長級になるとお掃除の時にもグローブをするんです。取ったんかい。はい、取ったんかい。はい、じゃあ大事やった。うん、芝居だろかもマイクとかいります。マイク危ない。じゃあ金本のハンドマイクでいきましょうか、うん、はい、カーボンノンスリ組んでます。カーボンノンスリ組んでます。はい、ちょっと今のアホの子っぽかったですね。言いにくい。カーボン USB です。はい、まあ、かっこよくないよね、このマネできる止め方が。ね、シュールですね、なんとも、はい、あんまりこういう仕事ないんでね、うん、たまたま今立て続けにあるだけで。はい、120です。よいしょ、よいしょ。45度で持ってこいですから、ね、はい、これは30度今なんか今年は45度ですけど、これの30度、はい、
今45分。今ナイスツッコミでしたね。はい、面白かった。でもその45億でもってこいの意味が分かるのは愛媛県でしょ。そうですね、それも多分一部人間しか、はい、どうしようかなってこれをひたすら締めるだけですよ。はい、何本締めますか。何本16か8か。はい、いらんこと言うのはよかったら忘れられる。30度ですよ。煮干しは45度です。はい、はい、キクリンのメガネは分からん。45度です。なるほど、キクリン分かる人もそこは一応見ましたからね、東映チャンネル。ああ、なるほど。まあちょっと集中して締めてくださいまし。はい、はいはい、お願いします。遊んでるのじゃなかったんですね。何してんですか。私なんか間違ったこと言ってますか。カーボンラッピングの変なに変えてます。はい、カーボンラッピングの変な。カーボンラッピングなんですね。はいはい、顔が笑ってます。 3.5キロ、 3.05 キロから、はい、0.8 キロの、うん、カーボンラッピングの変なに変えてます。もう一回聞きますよ、はい、カーボンラッピングなんですか。カーボンラッピングです。ラッピングなんですか。ラッピングです。もう一回聞かなくていいですか。はい、もう一回聞かなくていいですか。カーボンラッピングです。ラッピングなんですね。はい、はいはい、なんちゃって仕様なんで、僕は。そうなんですか。はい、なんちゃってなんで。はい、なんちゃってなんで。うん、素晴らしいね。素晴らしい。なかなかいいフィット感、ね。うん、まるで本物みたいね、このラッピング。ラッピング押しますね、そこ。最近のフィルムはすごいんです。そうですよ、はい、最近のフィルムすごいですよね。最近のフィルムはすごいんです。はい、はい、ってことで、はい、せっかくなんで、うん、綺麗にしましょう、汚い、はい、こんな今日もバラバラにされてますね。バラバラ別にこんなもんは、うん、こんなもんはバラバラいうこともない、はい、大したことはない。で引き続き、うん、今日は急に M3 用のカーボンノンスリです。はい、カーボンノンスリです。カーボンノンスリですか。カーボンノンスリです。はい、なんかあのおじいちゃんの話するみたいですね。おじいちゃん。おじいちゃんやな。なかなかね、うん、なんか最近ハズレを引くのか、うん、なんかバックラッシュがいいところに来ないんですよ。おお、うまくいかない。ねえ、うん、電気代が高いからケチっとんかな。電気代払ってますよ。うちじゃない、うちじゃない。製品の問題。ああ、製品の問題。はい、うん、製品の問題。なるほど、うん、まあなんだかんだこれも結局 4,5 回やったけど、うん、まあいいところに来そうな感じなんで、はい、来るんじゃないでしょうか。はい、そう願っております。楽しいね、しばきの秋なのでしばきのアイテムばっかりです。はい、ってことで、うん、僕仕事していいですか。いいですよ。仕事してもらえますか。あ、一応はかりがあるけん、はかっとってみたりする。はい、コスパの悪いカーボンフィルムやな、しかしな、うん、コスパが悪いよこれ。はい、これ元の、うわ、重ったね、3.04。 うん、そうですね、うん、まあフィルムがあるんで3キロぐらいでしょう。うん、ラッピングしてるから置いて。カーボンフィルム、カーボンフィルム、はい、カーボンフィルム。おっと、彼言うだってフィルムだけやもん。
ラッピングやもん。これラッピング。知らない方ですね。ラッピング。ラッピング。お風呂、落ちそう。落とさないでくださいね。まあでも、コスパ悪いですよ。コスパ悪いね。コスパ。この間からやってることコスパ悪いです。はい、労力と価格の割には、うん、っていうとこですね。うん、まあでもしょうがない。仕方ない。うん、まあ、これで重心が下がればいいんです。はい。はい、あのシルビアどもをやっつけれたら打倒そこですね。無理やな、これぐらいじゃ無理やな、はい、あとどこ切ろうか。まだ切るんですか。うん、俺的には別にフェンダーつけなくてもいいんだけどね、うん、フェンダーつけないといけないっていうなんかルールあるんかな、うん、あ、これちなみにサイドステップも軽量化ですか。いや、それ外さないと、うん、あのフェンダー変えられない。あ、そういうことですね。そういうこと、軽量化。あ、そうだね、外してもいいんだよ別にね、うん、そうか、うん、じゃあボンネットもいらんな。ボンネットも外しますか。黒いし分からんでな、ついてなくても。なんか汚い汚い車来たなみたいな、うん、多分誰も近寄ってきませんね。そう、はい、あ、そう、はい、いやまた急にのあの状態で俺走りたいんだけど、私は最後この急にのようにこの子はなるんじゃないかなと薄々感じてるんですが、あ、これやりそうやね、うん、そんな気がしますよ。でも抑えとったんやけどね、はい、やる気なかったんやけどね。もうなんか屋根を切った時点でもう、ああやっちまったなっていう感じです。屋根は正月近いから近くなったら切るもんやね、うん、屋根は切るもんやね。な、次どこ切るか、フェンダーも切るもんや、ね、ああ、うん、どこ切るか考えないから、ね、いや切るとこない。切ったらいかん。いかん。切ったらいかん。いかん。うん、切ったらいかん。いかんですか、うん、はい、屋根は切ったんではなくて、そうしないとこうルーフの交換ができないから切ったらです、うん、まあ、本当はここドリルでもみ合いできないんですけど、うん、的に面白くないでしょ、うん、めっちゃ真面目な顔して話してますけど、どうせ捨てるんやから切った方がいいでしょ。あ、そうです、うん、どうせ捨てるんやから、はい、火花散った方が楽しいでしょ。あ、っていうことなんですよ、はい、あとでなんか掃除しといてくださいね。ちゃんと掃除しましたよ、はい、ラッピング直しとこ、うん、今めっちゃ貼りやすい。はい、はい、ってな感じです。はい、じゃあお願いします。はい、またそうやって仕事してるふりしてるでしょ。ふりとか言うな。そういうのやめたな、ちょっと。そういうのやめてください。天気が崩れるのでやめてください。みんな言うやん、お客さんとか、はい、もう業者さんとか、また働いてるふりして。そうでしょ、これ多分全国の皆さん共通の意見だと。うるさい。 全国じゃないよ、全世界、世界、全世界。うるさいわ。そうですね、ほっとてくれや。いい。お、僕の M2 ちゃんもきれくなってきて、はい、いいですね。無視ですね。え、無視スルーされましたね。カーボンラッピングでしょ。なんかサイドステップがないがなんかかっこいいなと思うんですけど。なんか最近おかしいですね。おかしい。なんかかっこよくない。小僧になりつつあります。はい、高知よりお越しの、はい、M2CS さんですね。限定車、うん、限定車やんか、この車。はい、日本で60台ぐらいしかおらんやん、うん、割と来るんで、本当に限定車なのかなと思いますよね。限定車だったんですね。そうですよ。えらい、えらいんですよ、 M2 界では。おお、はい、ってことで普通に来るから普通に売ってるのかと思います。ということで、うん、はい、いつもの呪いのドラゴスターですね、はい、快適になっちゃうの、うん、快適になりつつ、はい、運転が楽しくなる、うん、鉄板セットですね。はい、だからよく売れてますね。で、合わせてうねうねちゃんです。うね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 っとうねっておりますね。うねりすぎです。マフラーもうねってますけれども、はい、ドラゴスターにすることで、はい、こんな山道走っても快適で、もうタイヤは地面に吸い付きます。はい、はい、なので踏み倒せるようになっちゃうので、うん、危険が危なくなります。危ないですね。はい、ということで、はい、楽しみですね。いいね、 M2 楽しいね。みんな買った方がいいですよ。はい、 M2 か92を、 M2 か92を買うべきですね。二択ですね。二択です。はい、はい、そうですね。そうですね、はい、いろんな、これからたくさんの M2 の屋根を切りたいと思っております、う
お客さんも切っちゃうんですか切らない、お客さんは切らないやめてくださいね、それはね、やめときます、はい、クレームこちらの、はい、M2 さんも来週ぐらいからちょっと診断していこうかと思います。はい、なんか新鮮やね、ヒットが M2 ばっかりになって、はいはい、いいですね、いいですね、はい、ということで楽しんでいきましょう。はい、静かに遊んでますね。なんすか、なんすか、やばいやばい、刃物を向けちゃダメですよ、危ないですよ。なんすか。えらい静かやなと思って。静かちゃん。はい。静かちゃんとパリパリくん。絶賛発売中。そうやね。はい。最近静かちゃんとパリパリさんする人ちょっと減ってきてる。そうですね。もっと言ってください。はい。幸せの時、幸せの時、仲良し、はい、今日もラッピング授業ですか。どうぞお仕事してください。ラッピングして遊んでますよ。遊んでますか。上手に晴れてますね。うん、今日調子がいいな。調子がいい。ただ、はい、この同じクオリティで、うん、右側を張る自信がない。なんと、なんと集中力切れました。はい、聞いてくれる。ちょっと、うん、どうぞ。閉めたら、うん、チラッと下から覗いたらこうカーボンが見えるようにこう残したりしてるんですよ、今回。ほう、ぶつけてもね、これ見えるんですよ。ほう、プロってるですね。うん、それだけ。それだけ。プロってきたら仕事始めますか。これってカーボンですかって聞かれたい。カーボンですって言いたい。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 ここだけカーボンじゃないんですよ。言いたい。匠の技みたいですね。うん、ただそれだけ。はい、うん。まあいいや、この人は。この話は置いとくか、はい、まあ、こんだけきれくなったんで、うん、ラッピングの仕事は受けません。受けないんですか。受けないですよ。上手になっても受けないんですね。受けるけど、うん、リンダファクトリーに持っていきます。はい、その方がハイクオリティ。あ、なるほどですね。ってことで、はい、CS か、M2 の CS。 はい、おっと、今引き手取ってみましょうか。うねりすぎでしょう。かっけえね。かっけえですね。かっけえね。かっけえね。かっけえね。で、つながる後ろもアクラポなんで、うん、さらにかっけえですね。かっけえですね、これ。ステンとチタンのコラボレーションです。はい、うん。いいね。みんなこれつけた方がいいのにね。で、結構つけようか。ドラゴンも、あ、ドラゴンもついてますね。ドラゴさん。みかんがついてますよ、ね、下から見てもみかん色です。はい、はい、これで幸せになれるんで、はい、皆さん幸せになり、あのなりにね、うん、ぜひぜひドライブへ、はい、よろしくお願いします。はい、またシール屋さんですね。シーレフの話はええね、うん。ってことで、はい、M2CS さんバッチリですよ。いいですね。いい感じに。はい、大人の20ミリダウンです。はい。で、ずっとどこまで行くんですか。ぐる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 回ってみようと思って。はい。目が回るんでやめてください。え？おやめください。目が回るんで逆に向いて回ったらいいんちゃう。全然違う方向行きますがよろしいですか。うん、次はあれですね、はい、CRB つけた方がいいですね。お、はい、キャスターがいまいち悪いですね。うん、いいとこ来ない。うん、忙しいですよ。どうでしょう。左がこう、まあ、CRB つければね、そこも解消できるし、うん、はい、ブレーキングしたときにゴムブッシュだとかビュッとこう塔が動いちゃうので、うんうん、それが動かなくなるから、ノーマルだったらこう開きながらこう止まるの、うん、すると、うん、ここからグインって曲がっていくんだけど、うん、CRB だったらこのままドン、トンっていくわけですよ。今日よく動きますね。わかりやすいでしょ。はい。
もういいです。もういいか、はい、言うてくれる。まあまあしんどいんで、はい、60前のおっさん体動かすのまあまあしんどいんで。一気に60前まで成長しましたか。60って言っとったら、うん、60には見えんね社長って言われてやろ。なるほど、その方がいいことない、嬉しくない。じゃ あの年聞かれたら社長60、うん、もう近いですよ、60って言っときますね、はい、もう還暦手前です、59歳、はい、赤いの来年あたりお願いしますと。大事です、59歳が乗っても快適ですから、はい、なんでて腰に優しい、はい、優しい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 、そうドラゴスター優しい優しい、近い近い、もう。はい、これ楽しい MCS になりますな、うん、はい、でうねうねはうねうねはまあこのケツからつながってますよが分かればいい、うん、一緒に行きましょうか。あ、この角度かっこいいね、あれ。こうですね、うん、金本のねじれ曲がった性格にはほどは曲がってないけど、あ、もうまだまだですよ、まだまだ。そうかそうか、はい。うねうねちゃん、うねうねとアクラポの素敵なコラボレーションです、はい、フュージョンです、はい、と、はい、いうことでこれで楽しい、うん、楽しい楽しい BMW になりますよ、はい、うん、ってことで BMW を楽しみたい方は、はい、世界よりドライブへ、うん、来てください。お待ちしております、はい、お願いします、はい、暇などに仕事ください、はい、お願いします、お願いいたします。でけた、できた、できた、できた、毎回思います、はい、エモリの CS って楽しいね。毎回思う、乗るたんびやばいやばいねえ、もう俺は買わへんよ、持ってるから。買わへんよ、買えん、俺ローン組めるし、うん、ローン組めたら買うけどな、うん、車屋さん辞めたらローン組めるのにな、うん、うん、やめようか、やめる、こんな買えるもんな、やめる、やめたら何しようか、またコーキング屋に戻ろうか、うん、いやもう現場無理やわ、無理や、うんうん、まあということでね、大人の車高 20mm ダウンでいい感じです、はいはい、で合わせてねスペーサーもバチッと入れて、はい、ええ感じの面になってます、はい、文句ございません、はい、CS はいいんです、いいんですね、いや軽いね、やっぱり車が、お重心が、うん、何が違うかって重心が低いんですよ、やっぱり、うんうん、普通の M2 コンペとか、はい、普通の M2 に比べて、うんうん、まあ、そこが楽しい秘訣ですね、はいはい、でせっかくなんで、うん、うちのね、うん、盗聴センターと、うん、アクラポのコラボレーションの音を、はいはい、みんな聞きたいでしょ、この辺から、はい、その辺から結構離れてるね、どうぞ。軽い、撃たれたのかと思いました、はい、撃たれたのかと、撃たれたってどうしたん、ズキュン、パタパタパタ、ズキュン、ズキュン、ズキュンでどうしたん、胸キュンな、もうラブになった、大変ですよ、ラブになった。はい、いい音ですね、はい、ね、いいですね、やっぱり組み合わせは、うん、アクラポとの組み合わせが最強ですね、一番いいです、ね、あ、そしてなんか、うん、向こうの右折してる 32GT はかっこいいですね。奪いに行きますか、今日2台目やな、今日昨日もシルバーがめっちゃ綺麗なの走ってたのよ、はい、そうです、ね、追いかけていって売ってくれんかなって声かけようと思ったら逃げられてきた。はい、ということで、はい、みんな M2 を買いましょう、うん、ね、M2 を買うのか、うん、もしくは Q2 を買う、うん、いや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 、Q2 と M2 を買いましょう、おお、なるほど、はいはい、ということでお願いします、はい、はい、お疲れ様でした、はい、あ、そう